はい、どうもこんにちは、七色ピーマンです。はい、前回からの続きですね。西側にあるね、町行く直前でね、死んでしまいまして、まあ町の目の前ですね、ゴーレム現れましたんでね、そのゴーレムを倒すためにちょっとレベルを上げてまいりました。じゃあ行ってみましょう。レベル20やったらいけるでしょ。ちょっと進みたいですね。まあひたすらね、この地図のね、まあ山のところかな、左端メタルスライムが出たんで倒しまくってましたけど、まあヒットポイント138やからすぐ行くでしょ。MP も115ありますね。で、ベギラマとかね覚えてます。ベホエミもね、とうとう覚えましたね。レベル20になってからかな、19ぐらいで覚えたかな。この町にはもうね用はないので、ロトの印をね、この町で手に入れておりますね。町というかもうね滅びてる町なんですけど、あれ今あるのがロトの鎧ですかね。あと盾とかロトの剣とかもあるんじゃないでしょうかね。だいたいこの辺りでね、メタルスライムが出やすかったんで、鎧の騎士でしょう。で、この辺りですね、まあ出るのは出るんですけどね、まだね素早さが足りないのか結構逃げられてしまいました。まあまあゴーレムを倒すぐらいまでにはなってるでしょう。お知り合いの騎士も一発ですね。まあ、これぐらいやったら結構面白いかな。開かんなかった扉とかもどんどん開けていきたいんでね。魔法の鍵で大体全部開くでしょう。ああ、結構まだ強いな、でも、鎧の騎士は。ただこうやって歩いてるうちにまた MP 回復してるんでね、ホイミ使う必要がなくなりましたね。まあ、大体2回ぐらいですよね。あ、またレベルアップしましたね、21。これで完璧じゃないですか。力5上がってるんで、はい、行きましょう。ちょうどいいタイミングで、ここですね。おそらく出てくるでしょ、また。ほら、これ倒さんことには。まあ、なんも呪文系じゃないでしょ。ベギラマ、炎の壁、まあまあ攻撃できるんじゃないですか。3発ぐらいで倒せるんじゃないですか、これ。え ?43。ここでベホイミですね。結構でかいなこれ。ほらもうやばいなこれ。ベホイミスね。これないと絶対勝てんやん。あ、いけいけいけ。いけいけ。はい。オッケーですね。メルキドの守護者のトロフィーいただきました。メルキド。行ってないですねこれね。やったことないですね、このゲームね。2、3ぐらいからやったんですかね、ちょうどね、大学の時ですかね。結構でかい街っすよ。
武器も買えるんじゃないですかね。預かり所で2万ぐらいね、今預けてますわ。どこ向いとんねこのおっさん。商売できへんやんけよ。そこおんの？いや、もっとこう、真ん中来て。ここは何？メルキド。城塞都市メルキド。知らないっすね。やったことないっすわ。いらん。俺が聞いた話では、ロトの鎧は人から人へ。ユキノフという男の手に渡ったらしい。え？ロトの鎧はしてますよね。してます、してます。もう取りましたよ。守りの種ね、欲しいんで、薬草捨てましょう。松明か。邪魔邪魔。よし、身の守り4上がった。行かれへんや、もう。どいて。一生このまま。どけどけ。OK。ちょっと話ね、聞いてみましょう。城塞都市、2回もありそうですね。竜王の爪は鉄を引き裂き、そして吐き出す炎は岩をもう溶かすという。ピーマンよ、それでも行くのか。これは何？道具屋。そうですね、キメラの翼ぐらいしかないですね。もし魔物たちが襲ってきたら危ないから、この町は砦の中に作られているのよ。なるほど。ここも開かないでしょ、まだ。はい、魔法の鍵欲しい。いつになったら手に入る。あ、教会じゃないですか。これ教会ですよね。これも入れない。ほら。武器屋のおっさんこれ。あ、真ん中におるわ。よっしゃ、今や。なんもないっすよね、別に。もう、今やってる装備が一番、今のところは。道具屋。これは？聖水、聖水1瓶12ゴールド。まあ、1個取っときましたね。これ何？あ、ここにありますやん、なんか。まあでも、いらないですね。ここのタンス開けときましょう。特になんもないな。どこ行ったらいいの？不思議な木の実いるからな。これでマジックが5増えると。あと2回ですかね。特になんもないな。お城？王様がおるってこと？ほんなら。かつてこの世界が闇に包まれた時、一人の男が空から落ちてきたそうだ。その男こそが勇者ロト。もしこの話が本当なら、ロトは神様の申し子だったのかもしれんな。ロト6ね。はい、じゃあ行きましょう。え、これだけ？あ、入れるやん。このおばさんになんか話聞かなかったのかな。ということは、ということはこっちか。こんな感じで隠しとるんすね。そなたが印を求めるなら、この南の神殿に住む長老を訪ねるがよい。南。おった、そんな。行きましょう。大仏になったんで、行けるでしょう。このシスターは何？喋ったかな？あ、せや、喋った。オッケー。どうやって出んね？こっちか。
めんどくさいな俺も。あれ？どうやって出るんだったかな。こっちか。これの南？南に、神殿？どっから行くのこれ。こうか。あれ？まだ行ってないとこある？こっから来たんですよね、今ね。あ、はい、どんどん倒していきましょう。え、なんかあんの？こっち？行かれへんな。南。いきなり炎入ってくるし。ここかな。え、なんもないけど。もうなんもないですよね。南。多分ここぐるぐる回るだけやと思うんですけど。まあこの辺りうろうろしてるだけでレベル上がりますわ。よいしょ、ないでしょ何も。あー、なるほど。このなんか高い山で覆われてるとこですかね。この左ですかね。多分それが入れないかな。はいはい、入れなさそうっすよね。あれっすか、あの飛空艇かなんかで飛べてからっすかね。ほら、ここ行けなくなってるんじゃない。どうやって行くんこれ。ここでしょ。こっから道はありそうなんですけどね。行けんのかな。この下ね。これはいけないんで、ここでしょ。多分ここやと思うんですけどね。入れないかな。一通りその町には行ったんかな。行ってない、まだ。あ、これ囲まれてて行かれへんね、これ。ここですよね。ここは入るのかな。いけるな。いや、さっきのとこですね。多分もう
ここは用がないのかもわかんないですけど。ここね。ベルキドの要塞の方でしょ。この町の南ってもうないですよね。ここ？え、さっき行かなかった。違うんかな、やっぱりな。もう場所じゃ、わからん。次はどこに行ったらいいのかがわからん。レベル上がった。早いな。なんか覚えた？覚えてない。ちゃいますよね。戻りましょうか。同じですよね。はい、じゃあ戻りましょう。わからん。間違えた。ウーラで一旦城戻りましょう。特に変わってはないと思うんですけどね。何も変わってないな、多分。何もないっすよね。一応セーブしておきましょうかね。と3700。よし。ちょっと一本いただきます。朝はね、インスタントコーヒーとね、タバコっすね。さっきパンにね、チーズのして朝ごはん食べましたけど、これどうすんの、あと。行ったでしょ、大体町。どっか行ってないとこある？祠行きます。祠なんかあったかな。なんもない祠出したよね、確かね。確か。え、無人やったかな、これ。ああ、無人か。一応、言っときましょうか。なんもないと思うけど。え、何をどうすればいいんや、あと。効果消えた。
三人の賢者。全然見つかれへんねんけど。露頭の鎧一個だけではあかんってこと？あれ何でしたっけ？銀融詩人ちゃうわ。古都の町。そこ行きましょうか。まず左行く。わからん。あ、リレミト使ったらいいね。ここなんもなかったと思うけど。ここね。なんもなかったやろ、ここ。お前の歌は聞いてないね。ガライの町ね。なんもなさそうやな、これな。え、他になんかまだあんの町ないやんな。ないでしょ。くまなく探さなあかんな、地図をな。ここは行ったよな。あの竜王の城みたいなのがどうやって行くかね。あれ？こっち名前あった？ここの上な。ここここ、なんかあったと思うんだけど忘れた。何か発展しないですか、この祠。虹の橋が出るところがあるんですよね、絶対。ロトの印を見せに行った時、おっさんが言ってた。これ何でしたっけ？これが魔法の鍵ですかね。雨雲の杖が この宝箱ですか。銀の盾ごと、これを持ち帰ったとき、魔物を寄せ集める銀の盾ごとね。え、全然わからへんけど。結構難しいですよね。手がかり全然ないんだけど。なんか言うてた？うわ、せっかくレベル上がっても。かれへんや。全ての町行きましょうか。これは上は行かれへんかと。あ、この町は何かあったから。マイラの村やろ。
特に何もなかったよね。ロトの剣ね。一応地図見てみるとこれ以上何もないっすよね。下行きましょう。この右になんかあんねんけど、これはどこのこと？この真ん中に森があるのが怪しいんですけどね。これ、これ何もなかったでしょ。一生分かれへんやこれ。何もないやろ。じゃあここ行かなかんな。さっきの城塞都市まだ調べてないとか言ったよな。でもな、大体まあここ調べてみましょう。リムルダール、リムルダールで何か変化があるかな。わからん、全然すまへんわ。よし、ここは左何も行かれへんよね。つながってる？行けるようになってるとか何もないよね。怪しいですけど、ここどなたかコメントでね、教えていただけると幸いです。まあ答えじゃなくてヒントね。いきなり襲いかかってくる雑魚のくせによ。今一度あの町に行きましょうか。めちゃくちゃ怪しいんですけどね。でも他ないやろもう。行かれへんもだって。見落としてる何か。それっぽいな。でもこれは今も襲ってくると思うとって、何にも襲ってきてないやまだ。これは地の西の外れに虹の橋を架けたそうじゃ。そして魔王の部屋の隠されたる入り口より闇に入ったと聞く。もう行けるってこと？西、入れるってこと？これ入られへんよな。これは怪しいんだけど、すごくただあるだけ。なんかあるでしょこれ。こう
かあんの？西の外れ。え、行けた？なんか西。なんもないよな。そうなんです。この、結局ここに行けたら、あれです、あの、竜王の城なんですよね。雨雲の杖がかなんかがいるってことかもわかんないですね。となると盾ごとが必要と。盾ごとを手に入れるにはどうすればいい。これなんか使わなかった。雨雲の杖をここで吹くんやと思うんですけどね、おそらく。ここね。ロトの印は関係ない。もう一回おっさんのとこ戻りましょう。虹をかける橋があるって言ってただけやったけどな。ここね。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができると。あそこですよね、あの左側の。ということはその雨雲の杖を手に入れるために盾ごとを手に入れなかのかいうことですよね。戻りましょう。ガライの町があったんですけどね。なんもなさそうですもんね、ここね。鍵欲しいわ。どうやって手に入れんのこれ。魔法の鍵がないのよ。あの洞窟っすかね。洞窟の中全部まだ調べてないからってこと？いや、何もなかったよな。左側の洞窟か。鍵がないですよ、鍵が。やばいな。今までで一番おもろない動画になるやん。これ、全然分からへんねんけど。今回は一切ね、ほぼ編集なしなんで、まあ、これでいけますけど。ちょっと待って。
こ調べてないまだ。開かへんやろ、でも。扉が。なんか、誰かが持ってるもん。ここはちょっとね、あんまり全部は調べきれてないと思うんで、どうなんでしょうね。なんか扉はあったんは知ってんねんけど、上？なんかあった？いや、もう何もなかったはずやけどな。松明の方が長くないですか？あの持続時間ないわ。下いからか、下。こう。いや、もう分かれ。まさかの迷子。分かれ。あ、トフェロス使おう。あ、トフェロスはこの地下では効かへんのか。出ましょうか。この下行ってまだ調べてないとこある。でももう地図としてはもうないよね。大体全部行ったんじゃないの。右になんかあんのかな。ここなんもないっすよね。ないない。ということはさっきの城塞都市ですよね。やっぱね、怪しいのは。ここはロトのね、印があったとこ。なんもないでしょ。これなんもないね。こっから右行けんの、なんか。あ、一回行ったんや、これな。なんかあんのかな。いや、なんもなかったはずなんやけど、一応行きましょうか。なんもないような。あー、回っていくだけか。回り込むだけですね。戻りましょう。これはなんもないわ。
をそうこうしてるうちにレベルが上がっていくのはいい。そうこうしてるうちにレベル上げるっていう、こう制作者の意図が感じられるね。ここ行ってしまうとあかんから、この上やね。ここでしょ、ここ行かなあかん、ね、面倒くさいなこれ、ルーラーで行かれへんから。ここに何かやっぱまだあるんじゃないですか。なんかあんのかこれ。おい、あるやん。全然聞いてへんかったわ。友達の雪の夫さんが何かすごい宝を自分の店のうちの木に埋めたらしいと。あるじゃないですか、雪の夫さん、自分の店の裏の木に埋めた。外は危ないですしね。え、どういうこと。店の裏の木に埋めた。どこ？え、なんかここにあんの、なんか木やな。大事なアイテムここで取らなあかんじゃないですか、多分。ん？これ絶対あかんないでしょ。裏の木ってどこへ？こっち？お、預かりしようか。預けとこうか。今34,000ゴールドね。結構たまったな。え、この辺になんか秘密があるってこと？まだ喋ってないぞ。これは？魔法の鎧。え？魔法の鎧してなかったっけ？あ、そっか、ロコの鎧してから。なるほど。使ってなかったな。あ、入られ。さっきのおっさんの言葉が気になるんだけど、これなんかあるでしょ。自分の店の裏の木ってどうすんの。どうやって行くの。ユキノフさんって誰。雪の夫さんがおれへん。あ、入れんのか、ここ。入れるやん。ということはこっち？この南の神殿に住む長老。鍵がないか行かれへんすけどね。
この南に住む神殿の長老とこれのことですか。で、鍵どうやって手に入れるの。魔法の鍵。なんかここからフィューッと落ちたけど、これなんか関係あるの。何もないな。多分神殿の長老とこれのことやと思うんですけど、魔法の鍵はないですね。じゃあ原点に戻って、やっぱりでもリムルダールの町やな。端から回り込まなあかんってこと。だってあそこにあの人おるもんな。そういうこと？いけるやん。ほらもう。っていうことはこれ左回ったらいけるんじゃないですか。もう6個って遅いわね。何してるのかしら。いけますやん。それ教えて。ようやく分かった。もしかしてここ？やっぱり。もう。これでしょ、絶対。え？めっちゃ安いし。え、魔法の鍵めっちゃ買えるってこと？ああ、だからか。一回使ったらなくなるっていうのは。はい、解決しましたね。よかった。魔法の盾はここには入ってないじゃないですか。魔法の鍵か。なんやの。あ、これか。なくなったらまた買いに来なあかんってパターンね。オッケー。さあ、ということで、この橋を行かなかんかってな。こういう風な感じで。よう、行けたな。マイラの温泉から南に2つ歩いて、調べてごらん。いいものが見つかるよ。マイラの温泉。ということで、戻りましょう。魔法の鍵ってそういうとこ？で、魔法の鍵ってめっちゃ単純に手に入るやん。そらわからんわ。ということは、ここ開くけども、一個なくなったってこと？鍵？捨てなあかんパターンで。魔法の鎧をちょっと売りましょう。いっぱい手に入るけども、今度捨てなあかんねんな。ということでね、今回はね、ようやくね、魔法の鍵、手に入れましたので、今回はこの辺りにしておきたいと思います。この動画が良かったと思った方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。次回の動画からね、バンバン鍵上げていきましょう。さよなら。
バイバイ。